どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、私の動画でね、紹介したこと多分ないんじゃないかなと思うんですけれども、こちら、ちょっと細かい話で一回話したかもしれないんですけども、こちら、UC プラチナカードなんですけども、本日はですね、こちらのプラチナカードですね、新規入会キャンペーンがね、やっておりまして、初年度がね、年会費無料維持できる、またね、先日、プライオリティパスがですね、追加になりましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちら UC プラチナカードということで、まあ、平井さんはね、なんで持ってるんだって話なんですけども、まあ、私はですね、昨年の、いつぐらいだったかなちょっと覚えてない今年だったかな昨年の終わりぐらいだったかなこちらね、ポイントサイトの案件で、まあ、私発信させていたんですけども、その時にですね、初年度年会費は私はかかったんですけども、まあ、それでもね、ポイントが3万円ぐらいもらえた。 案件がありまして、それで私は作ったんですよね。ですので、このカードね、プラチナカードなんで、私の時は16,500円、年会費かかったんですけども、まあ3万円もらえて、まあプラス1万3,000円ぐらいね、黒字みたいな感じで、まあ利用させていただいたわけなんですけども、まあ今回ですね、初年度年会費がね、無料キャンペーンやっていて、それ以外にもですね、入会キャンペーンあって、またね、プライオリティパスですね。先日、ね、羽田空港のね、ティアットラウンジもね、えー、プライオリティパスね、 使えるようになりましたよね。まあ、っていうこともありまして、プライオティパスもね、このカードね、付帯開始になりましたということで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなぁと思います。ということで、まずですね、基本スペックからいきたいと思います。ちょっとこれにね、出しておきますね。年会費が16,500円、家族カード3,300円、還元率が1%っていう風になりまして、こちらね、UC カードっていう風になりまして、100円につき2ポイントって言ったがちになりまして、1ポイント5円換算って言ったがちになります。で ポポイインントトは uc とということで、カカードカードドは etc がが無料でで発行することができますでまたね、こちらはプラチナカードということで、クレジットカードやラウンジがね、利用することができて、冒頭にもね、言ってると思いますけれども、プラリティパスがね、利用することができます。こちらね、回数制限がありまして、年間6回まで無料で利用することができまして、7回目以降はね、有料って言った形になります。で、こちらプラチナカードということで、コンシェルジュデスクがね、利用することができます。またね グルメクーポンが付帯しておりましてレストランコースね2名分利用すると1名無料になるねサービスがあったりしたりまたね旅行保険も利用付帯で、えー、使えますで通信端末費用保険ということでこれ結構いいんですけども3万円までね、えー、付帯しておりますまたねタッチ決済ねビザタッチが利用することができて国際ブランドはねビザカードっていた板地になりますでこちらのクレジットカードはですね UC カードあんまり UC カードってね私の動画でね紹介することあんまりないんですけど で、こちら発行元はね uc カードのここうしてているクレジットカードっ,て言った形になりますでこちらのね、クレジットカードは年会費ね、16,500円ということで、非常にね、プラチナカードの中では年会費が安いね、クレジットカードっていう風になります。で、今ですね、えー、冒頭から言ってる通りですね、こちら、初年度ね、年会費無料キャンペーンがやっておりますんで、 8月のね、31日までですね、初年度ね、年会費無料で利用することができます。こちらはいいですよね。プラチナカードが出初年度年会費無料でね、利用することができて、まあ、あの、新規入会キャンペーンはね、ちょっと後で紹介しますけども、またね、プライティパスもね、6回まで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、お試しでね、利用されたい方もね、結構いいのではないのかなと思います。 で、こちらのね、プラチナカードのね、いいところっていうのは、コンシェルジュがね、ついているんですけども、このコンシェルジュがですね、メールとか LINE とかでですね、このコンシェルジュの利用することができるんですよね。私も先ほどね、登録させていただいたんですけども、プラチナコンシェルジュデスクにね、電話していただいて、このね、LINE の、えー、やりたいっていう旨をね、申し出ていただくと、まあ、今後ね、LINE でやり取りすることができて、このね、コンシェルジュに頼みたいことを基本的に LINE でね、頼むことができるって言いたがちになるんですよね。 これはね、本当にいいですね。先日ね、MUFG プラチナカードでもね、この LINE でね、コンシェルジュデスクね、対応が始まりましたけども、このね、UC プラチナカードもね、LINE でコンシェルジュデスクね、利用することができるっていう風になりますんで、ここはね、非常にいいですよね。またね、通信端末費用保険ということで、ちょっとここはね、あの、保険の荒ましをね、見ながら説明させていただきたいなと思うんですけども、 こちらですね、UC プラチナカード付帯保険サービスガイドということで、通信端末費用保険ということで、このね、クレジットカードはですね、よくね、スマートフォンプロテクションとかね、あの、アメックスとかでありますよね。まあ、それと同じような感じなんですけども、このね、 あの、UC プラチナカードのね、一番の違いは、スマホだけではなくて、タブレット端末、デスクトップ、ノートパソコン、スマートウォッチ、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレイヤーということで、このね、スマホだけではなくてですね、いろんなものがですね、こちらね、あの、保証対象に入ってるんですよね。しかもですね、こちら UC プラチナカードで決済したものだけではなくてですね、そうじゃないものもこちらね、対象になるっていう風になりまして、まあ、保証金額がね、 3万円ということで、まあ、デスクトップとかね、ノートパソコンとかね、まあ、3万円じゃ効かないと思うんですけども、このね、スマホプロテクションがね、今結構ありますけども、そうじゃないものもね、対象になるっていう風になりますし、またね、こちら、キャッシュレス修理とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、ここもね、結構いいですよね。で、また、こちらね、本会員だけじゃないんですよね。 個人名義の契約の場合は、カード本会員とカード本会員と生計を同一する同居の親族2親等以内、カード会員生計を同一する別居の子供、家族カード会員ご本人ということで、本会員もそうですし、ま、家族カードね、年費かかってしまうんで、ま、発行する方少ないかもしれないんですけども、ま、こういった感じでね、あの、本会員だけではなくてですね、この保証がね、受けることができるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいポイントですよね。 まあ、こういった形にね、通信保険になっておりますんで、まあ、こちらね、1年間ね、お守りでね、あの、初年度年会費無料なんでね、持っておくっていうのもですね、まあ、悪くないのではないのかなと思います。それでは次にですね、新規入会キャンペーンね、見ていきたいなと思います。 それでは次にですね、新規入会キャンペーンに入いきたいなと思うんですけども、こちらのね、ページは概要欄に載せておきますんで、あの、もしね、今回の動画見て、あの、初年度年会費無料で申し込みたいという方は、この URL ね、確実に通って、あの、このページがね、確認してから申し込みね、するようにしてください。URL がね、違うと、あの、ネットとかでググってね、あの、違うページから申し込んでしまうとですね、もしかしたら適用にならないかもしれませんので、こちらね、注意してください。このね、初年度年会費無料ね、特典1で出 出てますけどもまあ、このページ限定っていう風になっておりますんでね注意してくださいで特定は3つありまして一つ目がですねこちらですね先ほどから言っている通り初年度年会費無料ということで本会員のみがね無料ということで家族カードを注文してしまうと3300円がねかかってきますで2つ目ですねこれ結構嬉しい方いらっしゃるんじゃないでしょうかここのキャンペーンでね1回あのちょっと細かい話で、ね、この話させていただいたと思うんですけども エブリングね。はい。指輪型決済端末ということで、指輪型のえビザタッチがね、利用することができます。結構前にね、レビュー動画出しておりますんで、まあ気になる方はね、あの、エブリング開いとかで検索していただくと出てくると思いますんで、こちらはね、ぜひね、チェックしてみてください。アメックスからのチャージでね、ポイント満額当時は取れてたんで、まあ今もね、多分取れるとは思うんですけども、まあこちらね、 まあ、こちらね、残念ながらね、海外で使えないんですよね。私は海外で使えないって聞いてからね、ちょっと使う頻度がね、減ってしまったっていうかね、持ち歩かなくなってしまったんですけども、まあ、こちらね、指輪型でね、決済できますんで、結構ね、スマートにね、利用することができますんで、まあ、欲しい方はね、これ無料でもらえますからね、まあ、送料は負担っていう風になるわけなんですけども、こちらね、ぜひ、あの、欲しい方は申し込んでください。で、もう一個ですね。まあ、こちら期間限定111%還元ということで、上限1000ポイント5000円相当、 はです、ね、まあもらえるキャンペーンがね123ということでついておりますでキャンペーン期間はですね2023年の8月の31日までということで今月いっぱいでこのキャンペーン終わりますんでねまあ8月のね31日までに判断していただければなと思うんですけどもまあ9月過ぎたらねあの初年度年会費無料でなくなってしまいますんでねこの点は注意してくださいまあそれ以外はですね あの、特典等々がね、書いてあるんですけども、まあ、エブリングがね、使えたりとか、まあ、こういったね、エブリングの説明とかも書いてありますんで、まあ、ここらはね、各自見ていただいて、まあ、エブリングね、注文される方は、あの、送料だけね、自己負担になるっていうふうなね、書いてありますんで、まあ、ここだけね、注意してください。まあ、1000円か1500円か2000円かちょっとわかんないですけども、あの、送料だけはね、自己負担になりますんで、まあ、この点はね、注意してください。それでは次にですね、プライティバスね、提携開始ということで、こちらね、2023 年の8月1日からだったと思うんですけどもこの UC プラチナカードのですね、プライオティパスが付帯しております。で、このね、あの UC プラチナカードのあのプライオティパスっていうのが、あのー、コンシェルジュとかに申し込んで物理カードをもらうっていうパターンではなくてですね、メールがね、こういった感じで今出てると思うんですけども、メールがね、あの、来るんですよね。で、これでですね、書いてある通りですね、初めてのご利用の方は、えー 利用の際に登録が必要となりますということで、まあ、このメールからね、飛んでいただいて、カード番号をね、入れていただいて、まあ、利用していただく。で、デジタルパスみたいな感じでね、利用するっていう風になりますんで、物理カードはね、ないっていう感じになるんですよね。まあ、この点だけね、覚えておいていただきたいのと、この UC プラチナカードのね、えー、プライティーパスは、 年間6回まで無料で利用できるということで、7回目以降はね、有料っていう風になりますし、またね、同伴者の方も有料っていう風になりますんでね、この点は注意してください。それではね、早速、え実際ね、どういった感じでね、あの、登録していくのかね、やっていきたいなと思います。ではやっていきましょう。ここからでいいのかなはい。ということで、プライティパス UC カードの最初のロケット入力してくださいということで、入れましょう。 で、入力するとね、プライティパスに入会で、世界の1300カ国以上でご利用いただけますということで、これでどうすればいいのジャパンにすればいいのかなあ、こういうことですね。はい。あの、居住地をね、ジャパンで入れると、えー、こういった感じでね、表示されます。えー、プライティパスになられましたら、全世界1300以上のラウンで利用できます。登場クラスに関わらずご利用いただけますということで、 記載がされてありますねはいでスタンダードプラス会員ということで、えー、年会費は無料で年間利用料は年間 6, 万6回まで無料7回目以降は1回あたり32ドル同伴者は32ドルということで今すぐ入会というボタンがありますんで入会しましょうでそうするとねお客様情報をね入力する画面になりますんで入力ねしていきましょうではね個人情報入力終わりましたデジタル会員証の氏名ということでこれ いいのかな今漢字で打ってるんですけど、ローマ字の方がいいのかなはい、買いました。これの方が良さそうですよね。はい。え、日本語だったら、あの、海外行ったら使えなくなりそうですもんね。ということで、続けるで。 はい。ということで、ユーザー名。あ、ここらね、アカウントね、作成する感じですね。では、書いていきましょう。ではね、えー、アカウント作成し終わりましたんで、次に支払いですね。支払い情報を入れるということで、こちらプラチナカードの情報を入れるみたいですね。では、入れていきましょう。ではね、会員契約にチェックして、プライティパス入会。これで OK ですかね。 はいということで、えー、入会手術完了ということてプライティパス会員登録完了いたしましたということで会員番号と Emac、えー、ア,アプリダウンロードということでこれでねあのもう OK ということでこれでログインすれば、えー、利用することができるっていう感じですね。 ということで、これでね、プライアリティパスの申し込み完了ということで、もうね、会員番号とパスワードがね、決まっておりますんで、ログインしていただければ、アプリでね、表示することができるっていうふうになりますんで、いや、これはいいですね。あの、わざわざ物理カードを待たなくていいっていうふうになりますんで、 クレジットカードさえね、手元に届けばすぐね、プライオリティパスで利用することができるっていうふうになりますんで、これはいいですね。もう全部のね、あの、プライオリティパスね、まあ、もらえるやつね、これにしてほしいですね。はい。こんな感じでね、あの、利用することができるっていうのもね、あの、私もね、ちょっとコンシェルジュの方に、あの、お聞きして、お聞きしてっていうか、まあ、プライオリティパスをね、注文しようとしたら、まあ、そうやってくださいっていうことで、あの、物理カードはね、ないっていうのをね、そこで知ったっていうふうになりますんで、これはね、利用しやすくていいですね。 はい。ということで、プライティパスはね、こういった感じでね、えー、もらうことができます。はい。ということで、今回ですね、UC プラチナカードの新規入会キャンペーンね、開設させていただいたわけなんですけども、まあ、初年度ね、年会費無料万6 5 0 0円ね、かからずして、プライティパスのね、2人のプラチナカードはですね、発行することができて、またね、エブリングもね、送料負担するだけでもらうことができるっていうふうになりますんで、まあ、エブリングね、気になっている方は、またね、プライティパスね、試してみたい方はですね、まあ、いいのではないのかなと思います。 まあ個人的にはですね、まああの、今回ね、紹介させていただいた、この MAUC プラチナカードもね、まあいいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、7回目以降ね、お金かかってきてしまいますんで、今ね、こっちもね、セゾンアメックスプラチナビジネスカード、こちらもね、初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、まあこっちだとね、無制限で利用することができるっていうふうになりますし、まあ両方ともね、プラチナカードなんで、まあこのセゾンのカードはですね、あのビジネスついてますけども、まあ普通のね、 あの、会社員の方でもね、発行することができるっていう聞いてますので、回数制限がね、ちょっとね、不安だなっていう方はですね、せいぜアメックスプラチナラビジネスの方ね、発行していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、講師アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。